せていただくことで、まずはプレイステーションの未来に向かってその第一歩を踏み出しましたが、これからどのようにさらに PS2 ビジネスの充実を図り、そして PSP、そして PS3 で成長戦略を展開するのかといった事柄についてご説明をさせていただきます。